こんにちは、カノクです。アリスサム半年以上咲かせるコツ教えます。今回はアリスサムを育てている方、アリスサム育てたことがある方、アリスサム上手に育たなかった方、園芸初心者の方、そして園芸をとことん楽しみたい方。秋冬の定番といったらパンジービオラ、その次に出てくるのがアリスサム。これぐらいアリスサムは秋冬の草花の中では有名な植物です。小さな小花をたくさんつけ、こんもりとまとまるとても可愛い植物です。寄せ植えにしてもお庭に植えてもどん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 大きくなってコスパがいい植物です。ただこのアリスサム、植え付けて管理していくと一定数枯れてしまうものもあるのも事実です。また植えてみたもののメンテナンスを全くしないっていう方もいます。メンテナンスをしないとアリスサムは咲き続けることができません。というわけで今回は秋冬定番のアリスサムを園芸初心者の方でも簡単に半年以上咲かせるコツ、こちらを実演します。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、アリスサムは毎年毎年植えている草花の一つです。実際のところアリスサムみたいな形状のお花はこの秋冬の植物の中では結構少ないんですよね。アリスサム自体はパンジービオラ、金魚草、ストック、ガーデンシクラメンみたいに花が上に立ち上がる植物ではありません。どちらかというと匍匐性、地面を張っていくような感じの植物だと思ってください。このように地面を張ってお花をたくさん咲かせる植物、これが実は少ないんです。特に寄せ植えや花壇でも足元を隠してくれる植物としてアリスサムは重宝します。そして上手に管理すれば100円以下のアリスサムでも半年以上花を咲かせることは可能です。ただこのアリスサム、実はうまく育てれない方多いかと思います。よくある失敗というと、途中で腐ってしまった、また花が咲いてない期間が多くなってしまった、パンジービオラよりも癖がある植物だと言えます。アリスサムを長期間きれいに咲かせるためのコツ、こちらが大きなポイントで3つあります。1つ目は肥料を切らさないこと、2つ目は霜には絶対当てないこと、3つ目は切り戻しをすること、この3つです。というわけでここから先はこの3つ、実物実演にてもっともっと深く解説していきます。では早速いきましょう。はい、というわけでアリスサムの回です。よろしくお願いします。ジュンペイさん、お願いします。さあ、アリスサムは植えたことあるか。寄せ植えで使いましたね。そうですね、はい。まあ、実際このアリスサム自体はちょっと特徴がある植物だということを、まあ、今回ちょっとお伝えしたいなと思います。まず実物出しましょうか。アリスサムこんな感じです。じゅん、もう定番ですね。なんかいよいよパンジービオラとこれが入ってくると秋冬かって思うね、うん、いいね、季節を感じる草花です。で、基本的には多年草っていうグループに入るんですけど、はい、夏の暑さにちょっと弱いので夏に耐えてしまう一年草みたいな感じの扱いになっていることがまあほとんどです、まあ、ただ上手に管理すれば夏越しもできないことはないっていうところ。しかしね、僕からすると団地系は結構厳しい、うん、もう一年草って割り切っちゃった方がいいかなっていう感じはしますという植物なんですけど、このアリスサム、まあいろいろと販売店で普通に並んでるかと思うんですが、実際さ、このアリスサムって白で、まあ、こういうこんもりとしたっていう感じぐらいしか分かんないじゃん。そうですね、ぐらいしか分かんないぐらいだと思ってるじゃん。はい、その通りなんだけど特に98円とか88円とか、あと128円158円とか、まあ、200円以下だね、言ってしまうと、はい、200円以下ぐらいのアリスサムっていうのは割とどれも同じっていう風に、まあ、こういうボリュームで違うみたいな感じで思いがちなんだけど、はい、実はね、これ品種がね違ってたりする。これほうほう、販売店とかその入荷のタイミングによって同じ白い花を咲かせる同じ形状のアリスサムでも実際はね品種が違うっていうのがありますんで、これ見分けるのって結構難しいので、はい、そこまで意識して思わなくてもいいんですけど、ただ苗を選ぶ段階で分かる時があるので、ちょっと今回はですね、その苗選びっていうところを最初にご紹介したいと思います。というわけで買ってきましたよ。え、どこですか。またコメリとか、あそこら辺ですか。ビンゴやっぱそのこの前のさ、はい、あれが楽しくなっちゃってさ、はい、パンジービオラのニュルって出てきたやつだったじゃん出てきました、ね、あれまたお宝入ってねえかなと思ってちょっと抽選を楽しみにホームセンター回ってきました、はい、というのもやっぱね、これはね本当にホームセンターさんとか、まあ、例えば他の園芸業界とは業態とは別、専門店とは別って言った方がいいかな、比べるっていうのがそもそも時点でちょっとあの違うのかもしれないんですけど、やっぱり専門店に置いてあるものとホームセンターに置いてあるもの、
同じものももちろんあるんだけど、若干グレードが違うものが入ってると、はい、同じアリスサムでもねっていうところがあって、専門店だけしか見てないと分かるわけよ、いい株悪い株、はい、で専門店の中でいい株悪い株っていうのを見ていけるってなると、結構極上の株がこういうふうに手に入るわけなんだけど、ホームセンターさんとかの園芸コーナーってどの店舗っていうわけじゃないんだけど、やっぱ管理からすると専門店よりちょっとやっぱ劣ると思うのよ、どう考えても。そうですよね、うん、まず管理スタッフが少ないっていうところと、売り場面積ももちろん少ないっていうところもあるので、正直なところね、入荷していくからの管理状態が良かったり悪かったりっていうのでかなり差があるので、あんまり良くないっていう感じな商品ももちろん入ってくるんですけど、ただ園芸専門店よりホームセンターさんの方が圧倒的に全国で数が多いので、園芸初心者ユーザー、あと近くに専門店がない方はホームセンターで手に入れるしかないっていうのかな、むしろいいとっていうところもありますんで、まあえて僕はここにあるものを出せばさ、早くて簡単でまあ分かりやすいと思うんだけど、実際消費者さんたちがどういう苗を現場で見るのかなっていうところを参考にと思って行くんですよ、よくコメリ DCM、カインズさん、これはもう僕の庭みたいなところの環境にあるから、はい、ここはよく回るっていうところで、ちょっとね買ってきたやつ、選んできたやつがありますので、まず見ていただきましょう。こちらです。じゃん、はい、おいしいお茶お茶の段ボール入ってますね。ホームセンターさんとかってこういう箱に入れてくれたりするところもあるから便利は便利よね、はい、最近やっぱりあのレジ袋有料化もあるし、こういう箱もなかなか園芸店でなかったりするところもあるからね、うん、ちょっと出してみましょうか。極上の苗がありましたよ、極上の苗が。これ極上なんですかね。88円、おお安い安い、88円極上だ、うん、極上じゃんこれ見て極上と言っていいのかな極上だよこれ、はい、極上ほら、はい、極上、全部88ですかね。そう、ここだけちょっとね、なんか品種もんだったら、これコメリ限定って書いてあるね、これはい、純平さん、はい、ノースフェイスだよノースフェイスここにいましたね、ここにいたやん、マークないけど純平さん好きなノースフェイスですよ。ノースフェイスが秋冬定番やん、ノースフェイスのダウンなんて間違いない、高級品やん、はい、あったよコメリに。コメリでこれいくら、19%、そうそうそう、100いくらだったと思う多分コメリ限定のノースフェイス、安すぎるノースノースフェイスね、肥料と殺虫成分のダブル効果って書いてあるわ、これ薬が入ってんのかなこれ、あ入ってるねこれ、あ下流水和剤をかけてあるってことか、あなるほど、浸透移行性の成分が入ってるので虫がつきにくいみたいな感じ、あと元肥が多分入ってるっていう、ちょっとグレードが高い、まあ、ノースフェルだからね、はいと、はい、これ88円の株、はい、で持ってきたのと、これガデガデで、これもガデガデ、はい、まあ、違うよね、違いますね、うん、専門店から行くと雰囲気的にはこのサイズの違い、これで値段が変わったりするよね、はい、うん、やっぱこのでちょっとでかい 3.5 寸ポットになるともう一株のボリュームすごいやん、もうしっかりしてますね、もう土見えないですし、そう植えたら即戦力みたいな感じのものがあれば、はい、やっぱ低価格ラインっていうのももちろんあったりするんで、これで100円ぐらいかな、こっちが198円とか、うん、半額ぐらいのタイプね。で選び方なんですけど、これは他の草花と一緒で、まあ、とにかく葉っぱの状態がいいもの、株がぐらつかないこと、花がたくさん上がってるかどうかはこの時点ではそこまで問題ではない、はい、寄せ植えですぐ使いたいってなったらやっぱりすぐ綺麗な方がいいもんで、はい、花付きがいいものを選んだ方がいいんですけど、ここからどんどんボリュームが上がってくればいいかなっていうのであれば、株がしっかりしてれば若干花付きが悪くても、まあ、花は上がってきますというところなんですが、ちょっと気をつけてほしいポイント、これがとりあえず1点あります。アリッサムの苗で割と見るのがぐらつく株、株元かもう頼りない感じ、もう絶対地震来たら倒れちゃうみたいな構造のものが、うん、アリッサムはねちょいちょいと僕は見る、はい、これ園芸専門店でも見る。この状態なぜ起こってるかっていうと、種まいて移植してこのポットで大きくするっていうことをするんだけど、その植えた時の深さっていうのがちと浅かったりするとぐらつく株が出る、若干この辺でもちょっとぐらつくかなっていう感じはするね。そうですね、こうやってアリッサムは結構頭でっかちになるのね、言ってしまえばこんな感じだよね、頭でっかちになるんやけど、ここの株元っていうのはここね、あんまりいじりたくないんだけど、ここ、はい、っていうのは細い1個の茎で立ってる状態なので、とにかくそこで大きくなってくると余計に風とか
ぐらつきっていうのが今後ひどくなっちゃう、はい、で強風なんかが吹いちゃったりするとかなり弱ったり、まあ極端なしね、飛んでくことはあるのかどうか分かんないけど頭だけ飛んでっちゃうかもしれないっていうぐらい、その後の回復っていうのはちょっと難しいんで、万が一このぐらついた株を持ってきてしまったっていう感じであれば、ちょっと深植え、株がぐらつかない程度まで根元のところ1センチぐらいちょっと土入れてもらって固定するっていうことが必要。ただ深く埋めすぎると今度このまま枯れちゃいます。これ草花も樹木も、まあ、またちょっと特殊と組むんだけど、深く植えすぎると植物って息できなくなっちゃって、はい、一気に枯れ込むっていう現象が起こるものが、まあ、結構多いんですよ、はい、うん、なのでぐらつくからちょっと深く土持っちゃうっていうのは盛りすぎだけは注意してください。もう本当にちょっと止まるかなぐらいで様子見てください。まずはでもぐらつかない株を取るっていうのが第一条件。この辺だとそんなぐらつかない。特に10月から多分有沙も販売あるんだけど、まあ11月入ってぐらいからになってくると気温がだいぶ下がるじゃん、はい、で気温が下がるとそこまでこうグッて徒長って伸びない。ただ10月とかで入ってた株とか、まあ、11月もあったかければ徒長っていうのがパンジービオラみたいに起こってしまいます。この辺見てもらうとよくわかるよね。あとこの辺もちょっと伸びてるよね、まあ、言ったらこれも伸びてるか。徒長してなければこの辺で収まったりとか、あとはコメディさんのところでもこのぐらいの株はいいんじゃない。そうですね、伸びきってない、まあ、この辺と比べたら、これ同じトレイから持ってきたね、はい、こんだけ変わっちゃう、絶対こっち買いますよね。そう、これ入荷のタイミングとか置いてある状況にもよるんだけど、あのスペーシングってこう一個一個の株の間、はい、これが取れてないと売り場で著しくこういう風になる。例えば苗とかで、スペーシングってこういう感じ、一個一個の隙間が空いてるじゃん、こうやって、はい、うん、これはあ、これ隙間空いてないね、これだーっと 1,2,3,4,5 グッと詰まってる、これトレイいっぱいにって感じ、はい、あ、これでも開けたるか、詰まってるから本当だったらもう一個入るぐらい、この感じ、あ、そうですね、うん、ギュッっていう感じで出荷されるね、はい、うん、これはまあ出荷の効率が良くなるからっていうのもあるんだけど、お店の状態でこのギュッっていうまとまった状態で置いてあると、さっきみたいに一個一個特にこの中の部分がグッと上がっちゃう、風も感じられない、光も当たらない、特にこの下の葉っぱとかは全くこうギュッギュッってなったらこういう感じ、うん、ギュッてこういう風に詰められた状態で販売されてる苗だと、もうここ周りが蒸れちゃう、ここね、はい、で光感じられないから上に上がってきちゃう、こうやって、はい、うん、行くとこないからみたいな感じなので、なるべくこういう風にちょっとずつでも開けてあげて、日の光と風通しっていうのを良くしてあげて置いてあると、売り場でも割と徒長しずに済む。俺はこれ誰に言ってんだコメリに言ってんのか、コメリコメリのスタッフっていうかあれに言ってんのか。こっちもそうだね、こうやって一個飛ばし、はい、ね、本当だったら全部詰まった状態で出荷されるトレーなんだけど、売り場では分けて1個飛ばしぐらいの感覚、うんうん、こうすると、まあ、言ってしまうと場所取るんですよ。なので売り場が小さい面積でしか展開できない店舗とかだと理由ももちろんあるので一概には言えないんだけど、まあ、ただ買う側っていうのはその中でもやっぱ選んだ方がいいと思いますんで、なるべくならギュッて詰まったやつ、オールダウンで、あの本当にあの選んできたやつは全部詰まってたやつ、うんうん、だからこう1個ずつこう引き抜いてどんな株がいいのかな悪いのかなみたいな感じをしっかりと見て購入してきました。はい、と、はい、いうわけで、このような株の中でもこの辺は良かったかなみたいな感じの株中でもね、ただこういうふうにもうギュッてやられちゃってるやつだと伸び伸びになっちゃったり、こう中がこう黄色くなっちゃうみたいな感じの株も、もちろん同じ価格で販売があるので、そうですね、そうですそうですそうです、なるべくぐらつかない、そしてあんまり伸びきってない葉っぱが黄色くない株、まあ、こっちですね、この辺をまずは選んでくださいという感じの、苗選びですね。そしてアリッサムは品種が若干違うって言ったんですけど、だいたい安いタイプのアリッサムの品種は2種類か3種類ぐらい多分混じってると思う、はい、その種が見分け方の1個のポイントは、一番分かりやすいのは花の大きさ、はい、これが全然違う。例えばこれね、アリサム小花でバーってまとまってるじゃん、こうやって、はい、っていうものと、あとこれ
本当っすね。花が大きいんですよ。はい、倍ぐらいでかくない？違いますね、これは。そう、これ専門店でもこれもアリッサム、こっちのボリュームがすごく高いやつ、これも花小さいじゃん、はい、こっちと比べたら。これも同じアリッサムとして売ってるんで、間違えちゃいかんのが、この小さな小花がこの大きくなることではない。あ、言ってしまったらもう小さい花のものは大きくなっても小さい花です。これで大きい花のものは大きくなっても大きい花です。大きい花の方が一応ね価値があると言われてる。はい、うん、これちょっと難しい話だと、なんか2倍体4倍体っていうのが染色体のちょっと入ってる量の違いなんですけど、4倍体っていう大きな花の方がやっぱボリューム感があるので、もし安い手で大きい花あったら、よっしゃみたいな、ラッキーみたいな、よしみたいなアリッサムの前でガッツポーズしてるおばちゃんおったらおもろいよね。そういうことっすね。よしみたいな知っとる人っすね、うん、知っとる人シャーってまあでもどっちかってやっぱ小花が多いかな、雰囲気ね、はい、で4倍体とかの大きなものになってくると、それこそこれも多分コメリさんのやつも4倍体だと思うんでね、大きいやこれ。そうですね、うん、ってなってくると、まあワンランク上っていう形で扱われたりすることもある、まあ、小花がいいっていう人ももちろんおると思うんで、むしろちょっとあれなのが、ミックスして買って同じような感じで植えちゃうと、はい、すごいばらつきが出る。寄せ植えをさ、アリスさんもなんか3株植えましたってなってさ、3株買ってきてこういう感じで植えると、1個だけはちょっと花がでかいみたいな感じ、うんうん、で他が小さいみたいな感じ、あと、はい、育ち方も多分若干変わってくるんで、できればまとめて花壇とか寄せ植えでもアリスさんだけで作られる方は、同じタイプの種類っていうのかな、同じトレーに入ってれば、まあ、もちろんそんなバラバラすることはないと思うんですけど、っていうものを選んであげた方が見栄えが綺麗になるというところで覚えててください。はい、というわけでポイントの方が入っていきます。ポイント1番目、肥料を切らさないこと。これが結構アリッサムポイントになります。肥料を切らさない方がいいって言われても、じゃあずっと肥料をここから半年間上げ続けるのかって言ったら、これは実は×。はい、ピンポイントで育つ時期に上げる、これがアリスさんもすごく大事。じゃあどの時期がって言ったら、具体的に言ったら10月11月12月ぐらいで、12月もまあ中旬以降はそんな必要ない。そこから休んで1月2月休みまして、3月4月、まあ5月上げるかどうかぐらい。ポイント的に上げるんであれば10月11月と3月4月、ここの間に肥料がなくなったり切れたりすると、育たないことはないんだけど花つきがだいぶ落ちる。逆に言うと、ここピンポイントでしっかりと上げ続けることができたら、株はかなり大きくなるのと、花が次から次へ咲くので、アリサムの花を来年4月5月6月ぐらいまでしっかり楽しみたければ、肥料をしっかりと上げるっていうところ、まあ、ここがポイントになるところと、できれば年内ぐらいは液体肥料が割といい。固形の肥料を置き肥として置くのも、これももちろんいいんですけど、12月1月2月とかってなってくると、水やりっていう回数が減るじゃん、はい、で置き肥っていう置くタイプの粒の肥料って水やりで溶けて効くんだよね、こうやって、はい、なので水をあげなければ効果が出にくい、うんうんうん、そして徐々に溶けてくるんで、1回にかけた時の溶ける量っていうのも少ない。ただもう溶かしてある液体肥料っていうのは、もうたっぷりとカッと入れたらカッと効くわけ、はい、で水やりの回数が少ないんで、水やり代わりみたいな感じで年代の方は液体肥料をあげといてもらうと、すごく水がいいっていうところもありますんで、ポイントは液体肥料年内、そして3月4月ぐらいになってくると、今度は暖かくなってきて水やり頻度が増えるっていうのと、植物が今度一気に春動き出すんで、肥料とか水欲しがるんです。そしたら、まあ、液体肥料でももちろんいいんだけど、錠剤タイプのものだと、まあ、水やる頻度が高くなってくるんで、その都度都度溶けてくるんで、まあ、肥料の切り替えしてあげたりするのも、これも一個のコツかなというふうに思います。そしてポイント2番目です、霜に当てないこと。団地地方の方は言ってもそこまで、場所によるかな、でも豊橋そんなに霜降りないじゃん、やっぱ。そうですね、めちゃめちゃ降りるわけじゃないで、体感性自体もそんなになくはないんですよ。実はだいたいマイナス5度ぐらいは大丈夫なんですけど、寒風がやっぱりこうバーって吹いたりすると寒さっていうのがかなり強くなってきちゃうんで、霜に当たるとやっぱね痛む。特には葉っぱが葉焼けしたみたいな感じで黄色っぽくなっちゃったりとか、黒くなっちゃう場合がある。風が強かったりすると乾燥してそのままダメになっちゃう可能性があるんで、できれば鉢植えの場合は
軒下とか霜が当たらないような感じの工夫してもらって、まあ、露地にどうしても植えたいよっていう場合であれば不織布、100均でも園芸店でもホームセンターでも絶対売ってます。それをちょっと見栄え悪くなっちゃうかもしれないけどかけちゃう、こうやって、はい、敷いちゃうっていう形で守ってあげた方が、特に秋冬の草花、これはねパンジービオラでもガーデンシクラメンでも一緒、霜にめちゃめちゃ強いっていう一年草の草花はこの秋販売ってあんまりないので、はい、ちょっと防寒対策の方だけ取ってもらうといいかなと思います。はい、じゃあ続いていきましょう。続いては切り戻しっていうところ、これも長く咲かせるためのコツの一つです。切り戻しを一年草は行えるか行えないかでかなり寿命が短くなるか長くなるかが決まってくる。はい、じゃあどういうものを切り戻したらいいか、1個はビヨーンって伸びちゃってるものがあれば切るのと、花が終わります。でアリッサムは花が終わると種つけるんよね。種をつけ出しちゃうと株の栄養っていうのが種の方に全部持ってかれちゃって、次に花を咲かせようっていうことをしなくなっちゃうので、なるべく花が終わったら花の部分を切り取る、これをやってってもらうと花が次から次へと咲きます。ちょっと実際見てもらいましょう。はい、じゃあ株切りますってなってくると、はい、もうこうやって伸びちゃってるやつ、こうやってビヨーンビヨーンって、はい、これいわゆる徒長ね、はい、パンジーとかビオラと一緒、このまま残しちゃうと下からいい芽が出てこないんで、いつまでたってもビヨンビヨンのスッカスカーンってなっちゃうんで、こういった株は花が若干まだ残ってこれから咲きそうなんですけど、はい、思い切ってもう切っちゃってください。はい、切るところどこかって言ったら、アリッサムはとにかく切り戻ししすぎると枯れる可能性が結構ある、はい、深くハサミ入れるのをやめる、茎に対して半分ガッと切っちゃえばいい。ちょっとめくり上げてザクでいい、こうやって、はい、めくり上げてザク、めくり上げてザク、引き伸ばしてあげてね、ちょっとね、ほうほうほう、うん、っていう感じ。もうこれで半分ぐらい切れた、これ。そうですね、うん、であとはじゃあまあちょっと出過ぎちゃってるやつをピンポイントで切っちゃう。で割とビヨンって伸びちゃってるやつは絡んで実は長いみたいな茎があったりするんで、はい、ちょっとこれ見てもらってね。ほんとですね、うん、こういうのが残ってるとあんまりうまくいかないんで、長いものはとにかく切っちゃう、はい、そしてついでに中の黄色い葉っぱなんかも取ってお掃除ね。切り戻しすぎちゃうってことがたまにあるよね、アリサムの場合は、うんうん、そうするとね、あの再生するのに時間がかかったり、まあ、極端なしちょっと刈り込みによって枯れちゃう場合がある、はい、うん、なんで半分はこうしててください。分かんなければ逆に半分切っちゃえば多分あの全然問題ないです、はい、うん、絶対に再生します。これとにかく最初に植える時の株の処理、ここだけはしっかりしてくださいと。こんな感じで、ね、ちょっと貧相になっちゃいましたけど全然大丈夫です、復活します。であとはもうこういう風に花がちょっともう黒ずんできて終わってきちゃう場合もう切っちゃうね、まあ、この辺もこういう風に伸び上がってきてるものを発見したら切っちゃうみたいな、まあ、簡単ですね、切っちゃう。めんどくさければ横に倒して横から見たら半分、もうだいぶ大胆に、うん、こんな感じでもいいぐらい、はい、でちょっと広げてあげて長いとこだけ切っちゃう、はい、で掃除していく。こんな感じでちょっと株の処理ね。こういう株がお勤め品に多いんじゃないかな。うん、正規品だと、まあ、あんまりここまでめちゃめちゃ傷んでるってやつがないのかもしれないけど、お勤め品欲しい方ねとか、こういうのを復活させたいっていう方、はい、逆に言うとこれぐらいだったらまだ全然復活できますよっていうところ、はい、うん、で覚えておいていただいてもいいかもしれないね。これは今ダメなっていうかちょっと伸びちゃった株っていうのを切ったんだけど、通常でもどん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 モコ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 咲いてきますと。で咲いてきたら結構ガッと切っちゃう、刈り込んじゃう。そうしないと何かって言ったらね、この中が蒸れるんですよこれ、はい、でこれ花がバーってつくじゃん、こうやって真っ白くなると、はい、葉っぱを全部花が隠しちゃうんですよってなってくると中がどんどん黄色くなっちゃう。で特に春年内はね、そうにね言っても生育期ではないんでそこまで劣化はしないんだけど、とにかく4月頃になって花が満開になってきたりすると非常にこの中が黄色っぽくなりがちなので、できればパンジービオラみたいな感じの切り戻しのタイミング、まあ、4月ぐらいとかのタイミングでアリスさんもちょっと気にかけてあげて、4月の上旬ぐらいとかにまたバッと切れるんであれば切ってしまうと5月ぐらいからはすごく綺麗にまた復活する
逆に切らないともう5月ぐらいから中が結構黄色くなってって見栄えが悪くなっちゃうんで、なるべく花を引き伸ばしたいと思ったら4月ぐらいの切り戻しっていうのをちょっと心がけていただくといいかなと思います。はい、というわけでアリスタムですね、実際ちょっと実演の方で植えてみたいと思います。多分プランターで植える人が多いと思います。でアリスタムってなんとなく寄せ植えが多いかなと思う。ただ寄せ植えって言ってもまあ難しくてようわからんっていう人もおるわけや、はい、うん、とかなんか使いたいお花がないとかっていうのもあるっていう方におすすめなのはアリスサムとか、まあ、他の植物もそうなんですけど、とにかく寄せ植えっていう概念は別に持たなくていいです。植物は一つ一つで一つの魅力ってすごくあるので、できれば同じ植物をまとめて一つの鉢に、はい、こんもりと仕立てるっていうこと、これをやっていくと結構簡単に綺麗に育てることができる。例えば、はい、はい、こういうボールプランターっていうプランターね、定番中の定番で深さがそんなにない。アリスタム自体はあんまり深さはいらないので、こういうもう浅いボールプランターでも育てることが可能なので、ここで寄せ植えを作るっていうと、まあ、ちょっと悩むやん、やっぱりこう。なのでこういうボールプランターでもアリスタムを寄せ植えするんじゃなくて、単品単鉢で、例えばこれ3株、はい、同じアリスタムを植えるだけでこんもりこうなる、はい、これでさアリスタム植えたらご飯みたいになるよこれ山盛りの山盛りのご飯みたいな、これ器の茶碗みたいな感じでボーってなるよこうやって、はい、高さはそんなに出ないんだけど、こう溢れるぐらいなのこうやって、はい、ご飯溢れちゃうぐらいな感じの鉢が1個できる。でこれ1個だとやっぱりパッとしないんで、できればこのようなボールプランターを例えば3鉢ね、はい、用意してもらって、例えばビオラ、この可愛いビオラね、はい、3鉢チェチェン、うん、てとここがもうこんもりします、はい、じゃあ続いての鉢パンジ、はい、3株、まあ、違う植物でもいいですっていう感じのものを3点ね、はい、これをできればちょっと高低差つけてこうやって置いてあげたりすると、ここのまとまりで寄せ植えっぽく見せることができる。しかもダイナミックに出せることができるんで、こういった感じの単品で3鉢ぐらいあると、まあ、結構見栄えはするようになりますんで、寄せ植えそもそも難しいなと思ったらこういう感じの一年草の草花を一鉢に植えるっていう見せ方、これも結構おすすめです。ただまあちょっと寄せ植え作りたいじゃんっていう方におすすめの簡単な寄せ植えの作り方、まあ、こちらを実演でやってみたいと思います。はい、というわけで簡単な寄せ植えの方をしていきたいと思います。まず器ですね。器はこういうボールプランターでもいいんですけど、ボールプランターって極端に浅いんですよこれ、はい、浅いんでここで詰め込んだ寄せ植えって結構難しい、はい、どちらかというともうこんもりとまとまるぐらいのものの花材しか使えないんで、寄せ植えにする上はやっぱり言っても若干深さボールでもある方がいいかなと。どれぐらいかって言ったら、例えばこの辺、まあ、ちょっとスタンドカップ持ってきてみましたけど若干深い、はい、うん、植えやすいっていうのももちろんある。こういう浅いのでさ、例えばボリュームいいやつ入れるとさ、もうこんなんよ、うん、ほぼ下が入らないですね、つついちゃうって感じ、はい、ぐらいになっちゃうんで、深く入るぐらいの鉢を使って今回やりたいと思いますが、ちょっとこれ出してってさ宣伝あんまりしてないんで、はい、ちょっと宣伝カデラちょっと出させてください。こちらです。じゃん、はい、はい、これねスリット型のお椀型っていうのが実はあるんですよこれ、はい、そう、これは面白いのがスノコがついてるんだけど、底面吸水になってるのこれね、はい、ここの部分だけ水が溜まるんこれ、うんうんうん、こうやって、でスリットが上から抜けるんで、こう上と水がジャーって溜まっても過剰に溜まらない、はい、ちゃんと溢れる機能がついてる、結構機能性が良くて、お椀型の深さが割とあるんで寄せ植えに結構使いやすい、はい、サイズ感もこれも若干ちょっと小さいかなぐらい、うん、でこれ8号ぐらい、はい、8号ぐらいの寄せ植えの方が入れた時に最初から結構こんもりとまとまったりするんで、まあ、これぐらいの鉢で今日やりますか、はい、入れる植物ね、まあ、せっかくコメリで買ってきたのでコメリを使うか、はい、アリスタムね、はい、アリスタムと誰でも手に入るだろうっていう定番系でいくとビオラ、はい、あとは例えばストック、はい、まあ、例えばこの3点だけでも結構バランスよく植えれる、うんうんうん、この子がこんもりといって、この子はこっちで広がって、この子はちょっと上に立つ、はい、いわゆる立高下ですよこれ、
ですね。っていうのが、まあ、3点でできますという感じで植えてもらうと、まあ、ここからもう多分4月ぐらいにはもうもりもりの株になります。そしてちょっとワンポイントでおすすめなのが、3点だけだとちょっと寂しいかなっていう感じも、まあ、したりもするんですよね。ただこれ以上に植物をちょっと植える、まあ、スペースももちろんないし、どうしようってなった時にこの時期使えるものでおすすめはこの辺です。じゃん、はい、球根類。球根のとにかく背が低くなるタイプの球根をアリッサムの近くに植えといてあげる、裏とかでもいいです、こういうところ、はい、隙間とかに忍ばせといてあげると、春先からここの部分の穴っていうのをきれいに埋めてくれる、はい、そうするとビオラと多分背丈がちょうどよくこの辺になってきて、でこの子はちゃんと下に垂れてくれるっていう、かなりフルボリュームな感じの上手な寄せ植えが素人でもできますんで、植えるのは3点、株はプラスムスカレとかクロッカスでもいいです。あと釣り金草とかでもいいです。これ何がいいかって、例えば花がこっち終わったとしても葉っぱがシュッとしたグラスっぽく見えるんですよ。これ広く広がる葉っぱではないんで、線みたいな感じのものがここに残るようになる、こうやって、はい、花が終わったらね。それも結構アクセントとなってかっこよくなりますんで、今日はこの3点植えプラス球根、まあ、こちらをやってみたいと思います。はい、じゃあ植えていきましょう。植える土はこちら、シュンドン、はい、おじちゃんの土、はいはい、草花用の培養土ですね。であれば何でも問題ありません、はい、ダバ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 。ここもやっぱりね、安すぎる土使っちゃうとちょっとベチャっとしちゃうんで、まあ、できれば排水性がすごくいいタイプね、はい、っていうタイプの草花用を使ってください。プラスこれチャレーン来ました元日です。やっぱり草花これから植えるとき機会多くなりますんで、元植えはね入れといた方が僕はいいと思います、はい、やっぱ長期間効くっていうのと、タイミング的に肥料を切らさないっていうところがポイントだったりするんで、特に年内は元肥しっかり入れといてあげれば全然こっちで対応できますんで、あげます。スイート。毎回この一言を何が出てくるかな。そう出てくる。アリスタムってさ、はい、ちょっと匂いがするんで、スイートアリスタムなんて言われたりするよね。これ実はちょっと甘い香りというか、そう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 、甘い。これ違うネタだよね。だいぶ笑いに寄ってきますね。スピードワゴン出ちゃった。はい、っていうしっかりと、元肥入れてもらったら混ぜるね。はい。混ぜ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 。さあ、そしたら植え付けていきます。よいしょ。まずは土ね。すのこが入ってるタイプはもう鉢底石なし。はい。で土を入れるね。でちょっと鳴らしてもらったら一回置いてもらう。でウォータースペースの位置ね、が置いた時に合うかなっていうのを確認してもらったら、いよいよ抜くんですけど、株元の処理ね、まあ、これ綺麗だね、はい、あんまり取る葉っぱがないんで大丈夫です。3点上ぐらいだと最初からギュウギュウ詰めないんで、葉っぱもそんなに傷んでなければ取らなくても全然大丈夫ね。そして花の向きをちょっと揃えてあげて、ストックはねあんまり崩さない方がいいのこれね、はい、根っこね、崩していいっていうか、崩した方がいいと崩さない方がいいってこの秋冬あるんでね、ちょっと気をつけてください。土を足す、土を足す。さあ次ビオラ、これでかいねこれね。 3.5 寸ってすごいねこれ。最近専門店さんは 3.5 寸ポットが多くなってきたんで、こういう寄せ植えには即戦力としてすごいいいね。まあこれ小ぶりなもので全部ね、ここまで大きいなものがないよっていう感じでも、あのプランターサイズ小さくしてもらったり、この同じ8号でもワンサイズ小さい苗で同じ感じで植えてしまっても確実に大きく復活することできますんでね、ホームセンターさんの小さい苗でも全然問題ありません。ちょっと土を植えてる。さあここまで来たら続きましては球根、はい、どれ入れるかなみたいな、個人的にはこれがいいな、これ釣り金草、はい、かわいいよこれベル型の。ほんでポイントは、はい、
この辺全部そうなんですけど、毎年毎年残るよね、球根が、はい、ここにも書いてありますけど、毎年系のタイプ、ほったらかし球根みたいなやつをちょっと買っとくと、来年はこれ買わなくても、この寄せ植えが終わった時に、はい、またこの子たちを来年用に使うってことができるのかね。こんなお得なことがないじゃん、はい、ね、っていうのでちょっと忍ばす、ね、ちょっと後方がいいかな、はい、うん、してもらったらチーッと土をかぶせませて、はい、でいよいよアリサムですね、はい、アリサムもちょっとこの段階でちょっと伸びてるようなものは軽く頭をはめとくね。ほんでアリッサムさんは根っこが弱いんで、チート、はい、これもあんまり崩さないね。パンジービオラと同じような感覚みたいな感じでバリバリやっちゃうと結構その後腐っちゃうことが多い。で割と傷めちゃったとか、植え付けて1ヶ月内にダメになっちゃう方は結構いじりすぎてる可能性がある、はい、この段階で。なんであんまりいじらずに、もしあれだったらこの上の部分表面だけ軽く描いてあげるぐらい、下はいじらずで、はい、でこのままよいしょ、グッと、ちょっと隙間に指入れながら土をしっかりと入れていきます。そしたら3株プラス球根寄せ植え完成です。はい、はい、でこの後はお水しっかりとかけてあげます。株の周りですね。はい、下から水が出たら完成です。はい、というわけで植え付けの管理しました。この後の管理なんですけど、やっぱ年内、まあ年明けてからもそうだけど、日の光っていうのもあった方がアリサムもそうですけど、他の草花も花つきが良くなるんで、日にしっかり当たる場所プラス液体肥料ですね、各社いろいろ出してますんで、どれっていうよりはまあとにかく液体肥料がいいかなと思います、はい、がかけれれば週2と1回か2週間に1遍ぐらいのペースで、10月、11月、12月ぐらいかけといてもらうっていうことで、かなり株順調に育ちます。そして年明けて3月4月ぐらいになると一気に伸び出すんで、そしたら一気にガッと一回切り戻してもらう。そうすることで5月6月ぐらいまで咲きます。でアリッサム自体は多年草なんで、もし残したければ梅雨時期ですね、梅雨時期にあの花があろうがなかろうががっつり切り戻してください。めちゃめちゃ深く切っちゃいかんよ、半分ぐらいとかガッと切っちゃえば夏越しうまくできるかもしれません。逆にもう夏越しちょっと無理でそこまでしたくないっていう方は、5月ぐらいになった花っていうのはもう咲かせっぱなしで残しておいてください。そうすると花の終わった後にここに種ができます。で種を取っといてもらえれば、また種取ってまけばアリサも割と出ますんで、何袋だったっけあれ、ダシパック、あダシパックダシパックみたいなやつをかぶせてもらう。結構種小さくてあの取りにくいんで、やっぱその袋系のやつをちょっと何箇所か忍ばしとくと、まあ、春いいんじゃないかなと、最後ねっていう感じで思います。はい、というわけで今回の川目くんがでチャンネルはアリッサムを特集しました。よかったかな、参考になったかなと思うので、ぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あとあなたのアリッサムの植え方飾り方ありましたらコメントの方で教えてください。川目くんがでチャンネルではこのように一年草の草花長く長く楽しませるコツ教えます。よろしければチャンネル登録もお願いします。この後は大カフェの余談です。おまけトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さてアリッサムの回でした、はい、アリッサムがいやちょうどいいタイミングでさ、はい、コメリにあったんやな、これちょっと伸びちゃったやつが、はい、これですね。ちょっと余談だけど切っとこうか。あれなんだよ、なんかさ最近コメントでさ、はい、あのコロナ禍になってまあいろいろあってホームセンターさんのなんかちょっと質も良くなってきたんじゃないかっていうコメントあったね。あーなるほど、うん、こまあ、俺こういうのやったり言ったりするもんで、はい、今回スペーシング取り言ったやん、はい、あれやるかもしれん。これ見てるんですかね。いやあ割とね見てる。ほうコメントで来るのってねホームセンターのさんの店員が多いね。へー、園芸店の店員全然コメントくれん
見てない。いや見ててもいやホームセンターさんのあれをやるからさ、はい、あのなんていうのホームセンターさんの行かれちゃうじゃんって思ってるかもしれないね、はい、やらないでくれって言うかもしれないこれ。でもその園芸店からすると、うん、ホームセンターってやっぱ驚異的な存在なんだよね。いや脅威でしょう。だって安いもん、うん、だしすごいたくさん特に資材系多いじゃん、はい、草花は言ってもね専門店さんとそんなにあれかもしれんけど鉢とかハサミとかの道具系は圧倒的に多いと思うよ、はい、あとホームセンター俺いいじゃん俺結構好きなんだよホームセンター。そもそもそのなんていうの園芸だけじゃなくてさまああるじゃんいろいろ DIY 系のものがあったり道具があったりとかさ、はい、なんかホームセンターはホームセンターの匂いするの分かります。分かる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 。あの倉庫臭いやつだろ、はい、そうっすよね倉庫臭いやつだろ、うん、分かる。他のホームセンター行ってみたいね。この辺のホームセンターでないやつあるじゃん、はい、あこれコメントで募集しよう。結構あると思うんだよ、はい、ここのホームセンターいいみたいな、うんうんうん、なんかあるんよね。一回なんかあの僕と仮面くんで行ったとこ何でしたっけ、あのジョイフル。あそうですジョイフル、うん、ジョイフルホンダはちょっと反則だわあれ。あれやばいっすね。あれホームセンターじゃねえよあれあれあそうスーパーホームセンターって名前ついてると思うよあれ。あそうなんですか。確かね、なんかめちゃくちゃでかいしめちゃめちゃ量ありましたよね。あるしね園芸部門だけど物もいいしね。ああいうのも脅威だよね。そうですよね、うん、あれ近くにあったら取られちゃいますもんね。取られちゃうよ店からしたら。ジョイフルホンダさんどんどん全国進出してください。いやマジでしてほしいね俺、うんうん、個人的には。まあ園芸専門店もそこで切磋琢磨よ。そうですね、うん、やっぱ大型超大型ホームセンターって欲しいよね、うん、俺行きたいもん。なんじゃ、まあ、取った取られたとかもあるけどさ そんなぐたぐた言ってるんだって話だよね。まあでも俺からしたら勝負ですからね。取った取られたとかさそういう問題じゃないでしょみたいな そもそも、はい、そもそもそういう考えでやってる時点でもうねダメ。うん僕からしたらどうやったらあのお客さんが喜んでもらえるかっていうのを個々に考えてたら取るも取られるもない。とにかく多くなればいいって思うだけやん。そうですね、うん、僕はそういう発想だね。それぞれがそれぞれにさ新しいユーザーとかさそういったものをどのように増やしていったらいいかっていうのを考えた方がいいよね。うんそうすれば増えるじゃん結局、はい、日本の園芸ユーザー率ってまだ全然少ないと思うよね。あ相当少ないでしょ、まあ、僕の世代だと限りなくほぼいない。10代20代30代なんかめちゃくちゃ弱いわけだよね。少ないですね。そうその時点で物語ってるよね。まだまだだとこの辺がもっとこう積極的にお花をいじれるようになってきたら、まあ、すごくまた変わるんじゃないかなみたいな、まあ、そういうところを目指してやっていきたいね、はい、というわけでコメリさん応援しています。やっぱりちょっと悪いこと言ったらとりあえずフォローしておかないまた行きます。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。